どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、大人気の今からも多分来るであろうスカーマレンジをちょっとやってみました。で、すごいこうシンプルに作って、本当にスカーファレンジやったことない方でも簡単にできるアレンジになってます。で、まあ、髪の毛の量が多い方だったりとかも、できるかなと簡単に思いますので、本当にシンプルに作ったアレンジになってます。このちょっと暑くなってくる季節、よかったらチャレンジしてやってみてください。それでは動画を始めていきます。まずブラシでしっかりと溶かしていきます。髪の毛の引っかかりがなくなるぐらいまでしっかりと溶かします。次に後頭部あたりでしっかりとまとめていきます。ゴムでしっかりと結んでいきます。ここのゴムが、緩めに止まっていると崩れやすいので注意してください。で、今日使用するスカーフはだいたい1メートルぐらいの細いスカーフを使用していきます。次にスカーフを下から襟足から入れ込みます。で、そのまま上に持ってきてトップでまとめておきます。で、次にトップでスカーフを結びます。一度結んでどちらかを輪っかにして、もう片一方で巻きつけて結んでいきます。このチョボが1個ある状態で先が両方出てる状態になってます。で、このバランスを崩れないように少しチョボを引っ張って両方のバランスを整えていきます。で、こちらがちょっと大きめになって、こっちがちょっとちっちゃいになる方がバランスが綺麗かなと思います。で、次にゴムの部分を少し押さえながらトップの部分をボリュームを出していきます。少しメリハリが出るぐらいでいいので、この頭の形が少しこの辺に丸みが出るぐらいで OK です。で、次に下の髪の毛ですね、ポニーテールしてる下の髪の毛を少しこうねじりながらゴムの部分に巻きつけていきます。しっかりと毛先の方まで巻きつけます。できればこの毛先の方は下に向く方がバランスが綺麗になるので、なるべく下に向けてください。で、その上からゴムで結んでいきます。ゴムがこのように止まっている状態になっております。巻きつけた髪の毛をほぐしていきます。ゴムの部分を持ちながら少しボリュームを出していきます。ちょっとこう広がるぐらいで可愛いかなと思うんで、あまり出しすぎには注意してください。最後にお好みで毛先の部分をコテで巻いていきます。毛束を少し少なめに取って巻いていきます。事前に髪の毛を巻いてからアレンジするのも簡単にできるので、アレンジしてから巻くか、アレンジする前に巻くか、お好みでやってみてください。はい、こんな感じで仕上がりました。結構簡単にシンプルでできるスカーフアレンジになっておりますので、よかったら参考にしてみてください。